姫様。カイル。魔王様が次期魔王候補を正式に城に迎え入れると宣言されました。急いで世界交代をしないと。Thank you.
ばらくお別れです。私は魔王様からの命により魔王候補となった人物を迎えに行ってきます。お迎え？わざわざ使者を出してお城に来てもらうんじゃダメなの？それが…何か問題があるの？いえ、ご心配なさらないでください。すぐに候補を連れて帰り、この状況を打破してみせますから。城が攻撃されています。なんでして？外にいる兵が動き出したようです。早くお逃げください。わかった。空はダメです。目立ちすぎます。じゃあどこから？地下から抜けましょう。もう少し奥まで行って身を潜めましょう。心の塊のようなよどんだ空気は。ここってもしかして、嘆きの森？
ナ君なんですけど、魔界のそれとはちょっと違う性質のものが混じっているように感じます。違う性質？はい、多分これは人間の匂い、特にその穴から強く感じるんです。抜け穴を通って人間界に行ってそのまま帰ってこない魔物がいるって聞いたことがない？ことがあります。まさかこの穴が？こんなところに落ちたら大変だよ。早くここから離れよう。ここに逃げ込んだぞ。必ず探し出せ。カイル、早くここから逃げるわよ。城から初めて出た日にまさか人間界まで来ちゃうとは思わなかったね。
びっくりしちゃった。そんなのんきな。とにかくここを離れましょう。いつ魔界から追手が来るか分かりません。それもそうね。大丈夫か？どうした？どこか痛いのか？助けてやったのにな。
誰？困ったな。いきなり誰かと尋ねられると思ってなかった。名前は名乗れない。おい、そこの黒猫。は、はい。ご主人様のこと、もうちょっとしっかり守ってやる。は、はい。不思議な人。飛べなくなってたのかな、うん、そうですよね。えいえい。姫様、もしかしてどうして様、どうしましょう、どうしましょう。どうしたの？強い。魔力の匂いがします。魔力の？私にはわからないみたい。敵？いえ、敵は感じません。もしかすると人間界で暮らす仲間かもしれません。匂いをたどっていってみましょう。ここ？はい。姫様、人間の文字が読めるんですか？簡単な人間の文字くらい読めるよ。ちゃんとお城で習ったもん。どうやら人が住んでる場所みたいね。はい。この中から強い魔力を持った人物の気配を感じます。ところで姫様。ん？全くそういったものを感じませんか？
仕掛けないで。すみません。あのドアは何？そう、あのドアからもこっちと同じくらい強い魔力を感じます。すごい魔力です。お前、どうして？もしかすると、あなたは魔王候補では？あなたが魔王候補なの？お前、今魔力がないだろ。すぐにわかるさ。お前からは何の魔力も感じない。あるのは無防備で不安定な弱々しいオーラだけだ。なんでかわからないけど、なくなっちゃったんだもん。仕方ないでしょ。ま、会ったところで結界すら張れない程度の魔力じゃないのと一緒だけどな。で、あなた、私のこと知ってるの？姫様のお顔を知らない人なんて魔界にはいませんよ。まあそういうことだ。どうしてここにいるかは知らないが、邪魔だ。
ってよ、まだ私の質問に答えてないよ。あなた、魔王候補なの？つい最近そんな知らせが来たな。だが、俺には関係ないことだ。俺は魔界に帰るつもりも、魔王になるつもりもない。どういうこと？どうもこうも、そういうことだ。ちょっと待ってよ！姫様、お寄せになってください。どうして？彼は、魔王になることを拒み、魔界からの使者を追い払ったのです。ネニー、誰かいるの？うるさいのが一人で騒いでるだけだ。もしかして、双子？なるほどね。お城が襲撃を受けてこっちに逃げ込んだってわけか。お前バカか。それを説得するために魔王様は私を人間界へ送り込もうとしていたのです。こっちに逃げたところで助かるとも限らないのに、魔王の娘のくせに浅はかだ。追われてて足を滑らせちゃったの。私だって人間界に来るつもりなんてなかったのに。ますますバカだ。お願い、ねえ、魔界に帰って。今魔界は混乱してるの。早く次の魔王を決めないと混乱は収まらないんだよ。嫌だ。ごめんね。僕たち魔界に帰る気ないんだ。こっちの暮らしが気に入っちゃってね。でも、自分たちの故郷が大変なんだよ。しかも、魔王候補にまで選ばれたのに、そんなの無責任だよ。無責任で結構。魔王なんて、なりたい奴がなればいい。だいたい、選んでくれなんて頼んでないから。くれなかったら？魔王候補にもなれず、さらに魔力を失ったお前に何ができるって言うんだ。こうしている間にも、お城はおじ上によって乗っ取られてしまっているかもしれないのに。
今は多分落ち着いている。なんでそんなことがわかるの？さっきまで人間界の空気も不安定だったが、今はすっかり穏やかになっているからな。どの世界も表裏一体だからね。一つの世界の揺れは全ての世界に影響するんだ。じゃあ魔界の混乱は収まったってこと？そう。いくら魔力が衰えてきたとはいえ、魔王の城の剣類をそう簡単に落とせるわけない。姫様、よかったですね。これで魔界に帰れますね。もう帰っちゃうんだ。ちょっと面白くなりそうだったのに、残念。聖樹様、ちょっとお顔が近すぎます。姫様に対してあまり慣れ慣れしくなさらぬように。この猫ちゃんは小さい体で一発のナイト気取りなんだ。何とでもおっしゃってください。姫様をお守りするのは私の使命なんですから。私、魔界には帰らない。姫様、もし帰るなら二人のうちどちらかを新魔王として一緒に連れて帰る。なんだ、へえ。魔界を救いたいの。パパを助けたいの。ねえ、魔界に戻って。断る。魔王の座に興味はない。そうだね、残念だけど。姫様、ここは私に任せてお帰りください。私は魔王様から直々にこの役目を仰せつかっているんですから。そうかもしれないけど、魔王候補にもなれなくて、城の襲撃からも逃げてきて、人間界でも何もできないなんて、私って本当に役立たずだよ。いいんですよ、そんなこと気にしないで。でもこのままじゃ私恥ずかしい。何でもいいから役に立ちたいの。姫様、優しいお気持ちは嬉しいですが、姫様に何かあったら私は。ねえ、二人で盛り上がってるところ申し訳ないんだけど、帰り方は知ってるの？そんなの簡単ですよ。魔界の門があるじゃないですか。残念ながら、そう簡単にはいかないんだよね。ねえ、レミ。魔界の門は、今閉鎖されている。どういうことですか？数日前からとある大物が人間界に逃げ込んでね。そいつは何かすごいことをやらかしたらしくて、天使たちが彼を血眼になって探してるんだ。
ついでに人間界に住む悪魔を一斉に食べる。つまり悪魔狩りが始まったってことだ。魔界に帰らないと。そう思った臆病な輩はさっさと魔界に帰った。そして天使からの攻撃を避けるために門を閉じたってわけだ。魔界の中でも混乱が起きてるみたいだし、今天使たちに襲撃されたらあっという間だろうね。悪魔狩りが終わるまで門は開かないんじゃない？つまり君たちは当分は帰れないってこと。なんと。私、絶対にあなたたちを説得してみせる。そして、次に門が開くときには、一緒に帰る！姫様！それまで、絶対にここから出ていかないんだから！それって、ここに住むってこと？そういうことになる、よね。かわいい顔して大胆だね。男の家に一緒に住みたいだなんて。そんな意味じゃ。真っ赤になっちゃってかわいい。いいよ、僕は歓迎だよ。魔界に帰るかどうかは別にして、女の子と一つ屋根の下なんて素敵だね。俺は反対だ。厄介な荷物を増やすだけだ。だったら今すぐ魔界に戻ってよ。嫌だ。じゃあここを出ていかない。迷惑だ。じゃあ戻って。嫌だ。なら出ていかない。しつこい。ほら、レニー。君が怖い顔して睨むから、お姫様が怖がってるじゃないか。部屋も一つ余ってることだし、魔王の娘を邪険に扱うわけにもいかないだろ。それに、悪魔狩りが始まったら、一番に標的にされるのはこの子だよ。このまま放り出すの？悪魔での居場所は私が何とかしますから、出て行きましょうよ。部屋を用意してやった。来い。こんなものでいいだろう。なかなかいい部屋だね。お姫様好みなんじゃないのかい？
うしたの、お姫様。遠慮しないで入ってごらん。ここは君の部屋なんだから。誤解するな、お前の部屋じゃない。少しの間貸してやるだけの話だ。そんなの分かってるよ。とりあえずありがとう。笑わないでよ。ところでそこの猫、お前の部屋はないぞ。私と一緒に寝ればいいよね。はい、それはもちろん。それで双方がいいならいいけど、君の容姿はちょっと問題だね。問題？この世界の動物は喋らない。お前が喋ってるのを見られたら、たちまちパニックになる。こっちの世界の動物は喋らないのね。あれ？ご主人様のこと、もうちょっとしっかり守ってやれ。人型にはなれるんだろう。その方が無難だよ。人型？はい、正常化の住んでいるケットシーは自分の好きに姿形を猫にしたり人間にしたりできるんですよ。では、失礼して。こんな感じでいいでしょうか。尻尾は目立たないが、耳と羽が邪魔だな。すみません、これだけは消せません。まあ、許容範囲なんじゃない。ちょっとおかしな人くらいの扱いで済むよ。そんな。姫様？あなた、オスだったの？はい、そうですが。ウォークインクローゼットなら空いてるよ。そこそこ広いし、そこでもいいんじゃない？お気遣い、ありがとうございます。話がまとまったならもういいな。何かあったらすぐ聞きにおいで。
やあ、どうしたのかな。あ、ちょっともしかしてもうホームシック？そんなことないよ。よかったらこっちに座って話そうよ。ねえ。え？なに？本当に可愛いね。魔界で一番の美少女って話は伊達じゃなかったんだ。あの、一緒に魔界に帰らない？それってもしかしてプロポーズ？違うよ。ムキになっちゃって可愛いね。私はただあなたに魔王になって。いいよ、なっても。君が僕のものになるんだったらね。ごちそうさま。今の私の初めてのその魔王の娘は無菌培養でウブだって話は本当なんだ。噂だけかと思ってたよ。僕を魔界に帰らせたいなら身を投げ打ってでも説得してほしいな。その体を目いっぱい使ってね。意味わかるよね。このくらいのことにも反抗できないなんて、君本当に魔力を失っちゃったんだね。これからたっぷりいじめてあげるよ。
姫様、おはようございます。おはよう、どうしたの？レニ様とセイジ様がこれを着てリビングまで来るようにとのことです。姫様だったら何を着てもお似合いですって。わかった、着てみる。はい。私着替えるんだけど。はい、どうぞ。出て行きなさい。おはよう。へえ、似合ってるよ。制服なんて誰にでも似合うようにできてるものだ。かわいいです、姫様。とっても可愛いです。やっぱり姫様は素敵です。これ何の服なの？今日からお前を学校に連れて行く。学校に？人間の？僕たちも毎日何もしないで過ごすのはつまらないから、人間のふりをして人間界の生活を堪能してるってわけ。目の届く範囲にいないといろいろ面倒だ。すんなり転入できるように操作しておいた。さあ、朝ごはんは用意してあるからどうぞ。美味しいよ、食べてごらん。美味しい。パンにはジャムやバターをつけるともっと美味しいよ。早速夕飯から作ってもらうか。料理なんてしたことないよ。だいたいこれって魔法で出したんじゃないの？魔法で出したものっていまいち美味しくないんだよね。やっぱり作ったものが一番だよ。城のキッチンにだってほとんど入ったことないのに。働かざる者食うべからず、嫌だったらさっさと家を出て行くのかな。食べたら身支度をしろ、急がないと遅刻だ。
転入早々遅刻で叱られる君も見てみたいけどね。遅いからって先に下に行っちゃったよ。ちょっとくらい待っててくれてもいいのに。どうしたの？早くおいで。行くよ、これからね。階段は？君、もしかして階段を登ってきたの？そうよ。それはご苦労様。これを使えばあっという間だったのに。さ、おいで。これはね、エレベーターって言うんだ。とっても便利な道具だよ。エレベーター本当、面白いね。僕に何かされると思った？違う、そんなことないよ。それとも、何かされるのを期待してた？ハニーって、ま、そんなにびっくりしないでよ。こんなのただの挨拶なんだからさ。さ、行くよ。本当に遅刻しちゃうからね。ここからは自力で職員室まで行け。俺たちと同じクラスに転入できる段取りになってる。ちゃんと来なかったら承知しないぞ。ちょっと、いきなり放置しないで。ごめんね、悪いけど邪魔なんだ。邪魔？
私クッキーを焼いてきたんです。お昼に一緒に食べませんか？いらない。レニ様にいらないって言われちゃった。いやー、ずるい。私もレニ様に冷たい言葉を言われたい。聖樹様、おはようございます。ああ、おはよう。今日も可愛いね。ねえ、今日は放課後ご一緒できますか？ああ、もちろんだよ。昨日約束したからね。聖樹様、私とのお約束は覚えてます？君は明日だったね。大丈夫、忘れるわけないよ。